一条を兼ねさだを退けた元鹿は晴れて土佐を統一。四国制覇に向け阿波讃岐へと兵を進める。次なる敵はかつて畿内で牽制を振るいながら織田信長に駆逐された三好家の残党である。元鹿は織田からの援軍として光秀を再び迎え、 旧祖と化した三好勢と対した。勝つのは旧勢力の最後の意地か、それとも長宗我部という新たなる波か。 四国の将、阿散信仰。 奏でよ、誠実にの。おせっかいだな。援軍を請うた覚えはないが。信長様のご意向です。お気遣いなきよう。こたびの敵は信長様に追われた三好家の残党。かつては京で牽制を誇った強敵です。 狩猟の祖号正康も若年ながらなかなかの優勝とか。どうぞご油断なきよう。ふむ、油断大敵なのじゃ。光秀、また密航か。油断しました。お恥ずかしい限りです。 残党にとっては存亡をかけた戦、狩猟の孫を正康、決死の覚悟。地の利を尽くした奇策は敵ながら見事。味方はすっかり分断されてしまいましたね。敵はどこから出てくるか分かりません。まだまだ油断できませんね。
う気持ちと心配が半々です。オラオラ敵ども、こっちも危ねえぞ。今度は東本陣を狙ってきましたか。そうじゃありません。開門。のライチャクは正気の呼び水、ここから巻き返すぞ。ってことは彼女もこの戦場に。
の魂、私にも響いてきます。いい感じじゃない？大丈夫、ぐちゃぐちゃぶり。ご将軍様に手出しはさせぬ。ありません。一刻も早く彼女を捕らえなくて。進軍を止めよ。あの美しき女子は何者だ。重厚は女を狙わねえが心情でな。悪いだが美女に悪人はいねえのさ。根拠なく言い切るか。上等。俺たちは敵本陣への進路を開く。行くぞ。開門。Yeah!
現れず、暗黒の魂の鼓動が。サヤスはマジか。小髄城に突入し撃ち取るぞ。開門。いざ、バイラン！なんという強さよ。勝利条件変更。任せておけ。上水城に一人で落とし、味方本陣の救援に向かう道を開け。開門。様のため必ず勝ってみせるぞ。あんなのが切り札だって。彼女男を見る目。わかったのじゃ。なさすぎだろ。しかし俺が目を覚まさせてやるが、本当のいる男が誰か教えてやらねえぞ。
はしないわ。だから許して。ねがい、やっちゃうのじゃ。降参するのじゃな。よかったのじゃ。で、何故攻撃の手を止めるのじゃ。キャーン、怖い。誰か、あの野蛮な人たちを倒して。これでアワとサヌキは制した。残すはイヨカ。ねえ、もし私を逃がしてくれるなら。貴様と取引をするつもりはない。この堅物ビー。元チカ殿、この女性の素性を思い出しました。かつて四国に牽制を振るったアワシゴ殿の。やめてよ。私が誰かなんてどうでもいいでしょ。貴様に流れる尊貴の血が四国を欲するか。はあ、血が何か欲しがったりするわけないじゃない。四国を欲しいと思う理由なんて簡単よ。この大きな島が私のものになったら素敵でしょ。それだけの理由で男どもを手玉に取り、命を懸けた戦場に放り込んだというのか。そうよ、男なんて単純。ねえ、私を殺すんだったら早くして。日焼けしちゃうわ。失せろ。俺は四国の覇者となる。気に入らんなら抗ってみるがいい。あなたって本当理解できない。援軍に来たくせに抹消にやられて活躍できなかった人じゃな。いや、それなりに活躍してただろう。俺は埼玉五一で、お前はなんで戦場に来たんだ。うむ、人に尋ねる前に自分のことを話すのが礼儀じゃ。埼玉とやらは何故戦っておるのじゃ。仕事さ、傭兵家業だからな。まあ、ダチの場合は損得なしで戦うこともあるが。ダチ？教えよ、ダチとは何じゃ。ああ、ダチったらダチだよ。損得なしに命を張って助け合えるような間柄っての。命を張ってか。
なんだかすごいのじゃ。ならばわらわたちのため命を張って戦った才華はダチなのか。言ったろ、俺は傭兵だって。お仕事お仕事、完全な損得だよ。先だっては損得でも、これから損得でなければよい。わらわは才華のため損得抜きで命を張ろうぞ。ゆえにダチじゃ。ほむ、簡単な理屈じゃ。たく、かなわねえな。以後孫一って呼べよ、その方がダチらしいだろ。はあ、孫でよかろう。その方がもっとダチらしいぞ。よろしくな孫。